3周ぐらい回るとこの役になる戻ってくるんだよ。 YouTube いつも見ています。お、ほんとすいませんでした。アレクサ、今まで作ってきたものと、まあ、今回開発したものと合わせて、まあ、ようやく、まあ、うちの部品プラス、まあ、既製品で手に入るものっていうので仕上げてみました。じゃあ紹介していきましょう。ベース車両は2000何年だっけこれ2000ちょっと待って調べてくるわ初年度が平成12年。アレクサ、平成12年って何年？平成12年の西暦で2000年です。2000年、これで質問の方が00年の、まあ、スポーツスター 1200S をベースに、まあ、なんて言うんだろうな、普通のスポーツスターだよね。そうですね。パッと見スポーツスターはここに帰ってくるんだって。そう、普通の感じに、はい。で、まあ、何をしてあるかっていうのを説明していった方がいいよね。はい、まず何ですね、まあ、まあまあ言わず教えた 50Y、ドラッグエキゾースト、これ、まあ、発売してとりあえず、発売日にインナーサイレンサーが選べないっていう俺のあのウェブの、本当すいませんでした選べて買えないっていうので選択ができないっていうので、まあでも朝には完売したっていうね。もう梱包大変だったね、そうですね、結構大変でした、まあ、ありがとうございました、お買い上げ。はい、ありがとうございます。そう、梱包がそして大変だったな発注ミスして巨大な段ボールでミスってるっていうねまあ俺は無事に行って、メーカーみたいやな、おっしゃ2ロット目が日曜日10月の15日から、こちらの方、今回は、予約販売という形でもうそのまま購入してもらって完成したら納品という形になります。で、今回はもう全年式インジェクションの車両も全部作ります。はい、全年式、全年式で、だからひろしさん頑張ってください死ぬほど大変な、もうステイとかめちゃくちゃ大変だったもんね。大変ですよ。そうで、あとはもう今回はバージョン、あ、次回はまあバージョンアップして、そのね、曲げパイプが今いい感じに曲げてもらうね、はい。まあ、その辺はまた次回にしよう、話は。とりあえず15日のお昼の12時に販売スタート、再販ね、はい、予約販売で。で、まずは何から聞きたい、このバイク。まずはタンクですか、ね、タンク、はい、で、いいとこ気づくね、はい、まずこのタンクかっこいいでしょ。はい、かっこいいですね。このエンブレム見て、これ、これね、これエンブレムね、3万。3万です。3万すんの今。これ昔もちょっと安かったんだけど、はい、純正がもう廃盤になって、で、はい、V ツインから一応出てるの、はい、まあ、レプリカという名の純正が来るわ、多分頼むと、はい、で、それ俺もあるだけ注文してる、多分もうそれもあるだけで廃盤になると思う、このエンブレムは。はい、そうで、一応買えます、うちのページから。そう、
昔はさ、かっこいいのもあったな。こういうかっこいいでしょ、これ。これも新品で買えたのよ。はい。5年ぐらい前か。もう今廃盤。あ、もうない。廃盤。これもかっこいいなんよね。でもこれもかっこいいよね。で今これ買えるんで、欲しい人はもう早めにぜひ。でタンクね、タンクもね、色が塗り上がったものをうちで販売することになりました。9596かオンの、03までのやつね、これは、はい、で塗り上がり済みで各所、まあなんていうか、いろいろ仕様の違うやつを塗り上がり済みで売ろうと思ってて、はい、で、あのタンクキャップ付属します。あ、付くんですか。そう、なんでかっていうと、ここに、ベントパイプがあるのね、ベントが、はい、だけどこのベントが社外ってなんか殺してあるのよ。で殺してあって、はい、このこっちにベントがあるんだけど、なかなかこれが抜けないってやつがあって、要はガソリンが落ちていくのって重落下じゃん、はい、で空気が入っていかないかんだけど、上から空気が抜けないみたいな。そうそうそう、密閉され密閉されてるね、はい、そういうのがあるもんで、もうなんかうちでちょっと対策したもののキャップをつけて、まあ色塗った状態で、まあ仕様は毎回いろんなやつ、まあ、デカールのやつもあるし、あのデカールってあれね、うちのこのタイプとか、あと羽のやつとか、はい、いろいろ。じゃあまた紹介するわ。ちょっとこの辺多分まあプンって出てるからきっとそう。でまあそのタンクがついてますと。で、まあちっちゃい、まあ、ザ・スポーツスターっていうね。であとはシート、はい、シートこれまだね試作品なんだけど、一応こういう風な雰囲気で量産しようと思って、はい、一応サンプルで作ったやつがこいつに付いてます。まあ、縦タックのコブラね、多分すごい使いやすいと思う。チョッパーでもちょっとしたボバーっぽいのでも、なんかまあ割と使いやすいんじゃないかなっていう。もっさくならないしね。そうですね。だからまあとりあえずいいよね、2人乗りもできるしっていうので、はい、であとはこれメッキのストラット、これもうちでね取り扱い始めました。もう最近全部つけてるコンプリートに。やっぱねここはメッキなのよ、これも決まっとるハーレー業界でここメッキって。そう、もうもともとねここがね、なんていうの、古いハーレーってみんなこう別体で外れるストラットでさ、うん、そうそうそう、はい、だけどこれはまあカバーなのね、このね式になるとフレームと一体式で、はい、でだけどやっぱりここはメッキの方が映えるよね、黒にメッキってね。そうですね、圧倒的にっていうのも、これ取り扱い始めました。買えるようになりました。であとはナンバーのレーダーキット、ちょっとねナンバーを斜めにしてね、そうそうそう、斜めにしてちょっと純正のやつよりか落ちてる感じ。純正はまっすぐだからさ、はい、そうそうそう、ちょっと斜めにして、で、あのなんだ、何の回だったっけこれ、リオテール、そう、リオテール、よく覚えてます。リオテール、リオテール、リオテールね、はい、リオテールキットもね、これめっちゃ動いてる最近。うん、あの取り付け買って、あのこれヤフオクにも出してんのよ俺。あ、そうなの。最初の頃出したやつがあって、ヤフオクにも出店してて、ヤフオクでやり取りした後、 YouTube いつも見ています、応援してますみたいなのがさ、はい、ヤフオクの最後にさちょっとこっぱずかしいんだけどみたいな。そう、これ今ヤフオクでも売ってるんで、ヤフオクでもぜひ、うちのウェブサイトかヤフオクで。はい、はい、って感じで、あとは、まあ、リアサスはね12インチだったっけ、12インチの黒のサスが一応新品でこの車両には付きます。でホイール、はい、これめっちゃ綺麗なのは、まあ知ってる人は知ってると思うんですけど、うちにあるこのアメージングクリーナーっていうのがね今あるんですけど、それでもうすごい洗車してるとね、はい、めちゃくちゃ綺麗なんだよね。まあ、それはねまたその回をしようね、はい、お願いします。リアエンドの説明は終わって、あとあれね、キャップね、例のキャップ、これね、これはマイナスがついてるね、はい、プラスマイナスプレーンとあって、うん、でですね、あとは、なんだろうな、あとは、まあ、エアクリーナー、はい、すっげえ普通のエアクリーナーでしょ、純正っぽい、純正、純正、純正、はい、お弁当箱通称、はい、でもこのバイク普通じゃん。でもなんて言うんだろうな、普通の人が見ると、ハーレー好きな人が見ると分かってんなっていう仕様になってんだよ。はい、ああもう分かる分かる、そうだよね、これだったら俺も乗りたいわっていう マニアの人たちね、はい、っていうね一応仕様になってて、まあ、3周ぐらい回るとこの役になり戻ってくるのよ。
純正にやっぱりお弁当箱だよねっていう人、はい、もう3回りぐらいすると、うん、でこれを一応ね何でもつくように今回は仕上げてさ、レーザーで抜いて、はい、いろいろ準備はしてたんだけど、その結局このエアクリーンが一番いいのは雨が土砂降りでもいけるっていうのがね、水吸わないからさ、しっかり屋根があるから、はい、で割とハイフローなもんで、よし吸ってくれるのでかいから、うん、で一応ねこういう仕様になってて、まあ なんだろうな HSR のオプションでついてたバックプレートに近いよね基本は、はい、まあ、こういうのがあったのよ、うん、当時の社外の、スクミーイーグルとかから出てた純正オプションのハイフローなヤクリナ買える時、はい、だけどこれは何がすごいって穴いっぱい取るじゃん無駄に、はい、開いてます。これは何でもつきます。あの S&S のキャブとか、はい、E キャブねと、あと HSR、CV の純正、インジェクション何でもつきます。あ、そうなの。そう、だからこれあると便利、とりあえずなんか天気悪いとこのヤクリナつけてきゃいいじゃんそうだし、まあ、実際吸うしね、はい、でこれもねハイフローなものがちゃんと付属して、はい、そうそう、商品に今もウェブストアで買えるもんで、とあとそれに合わせて CV の場合はさ、チョークケーブルが上につけるようにこのステーもね、もうアップしてあるかな。あ、これは付属じゃなくて別売。これは別売でね。そうそう、だってあの HSR の人とか言ってましたいらんやん、これついてきて CV の人向けでね、はい、そう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 っていうね、もう弁当箱、まあ最初はやっぱお弁当箱だよハーレーだもんこれ。そうですよ、他にないからねこんな デザイン、まあ、ハーレーやっぱり、ね、ハーレーのアイコンのあれだね、この形って。で、あとはこのバイクのカスタム箇所は、まああと、ロータ、グリルローターがつきます。でこれはまあ、ね、ボーシャーのやつで、うちの穴なしのプレーンのタイプはもっか、はい、もっか改善中です。いろいろね、量産したすと歪みが出ちゃって、それを取るためにロータリー研磨屋さんとの話と軸の話とでちょっと今まだ進んでなくて、はい、うん、まあ年内ぐらいにはなんとか形にしたいなって言って今話してて、はい、テストピースはね割といいんだけど、なんか数作るとその金額とそのロータリー研磨の、はい、まあ、そういうので今ねちょっとすり合わせ中なのよ、うん、そうそうそう。でもうこのドリルローダーをとりあえず今つけて、これもうちで買えます、はい、であとまあご存知 GP スタディ、これ、はい、フットラム購入これね、もうあとね、そう、ぜひ、まあ、実際本当にフロントね剛性が上がるっつって、あのなんて飛ばす頃は喜んでくれるね本当に。あ、うん、前がフロントフェンダー外したのとはやっぱ全然違うよねっつって、はい、しっかりやっぱりね、フロントがカチッとなるよねっつって、そう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 。で、あとはウインカーか、そこの辺のミニマムのウインカーがついてます。これもきっと枯らしてあるやつね。前と後ろと後ろですね。もうこれだよね。これしかこの俺3年ぐらいつけてないよ。ウインカー。いいよね。はい、分かりづらくついてますか。で、あとはこのバイクはあれか、まあ、ステムナット、うちの GP ステム、はい、うん、そうそうそう、これね結構テンション上がるんだよね、これがついてるとね、はい、でメーターがね、ミニメーターでここにつけてる。そのメーターステーはメーターステーはね、市販品であるやつをね使って、そう、メーターの位置はさ、はい、いろいろそれぞれさ、なんかここがいいとかさこうあるんだけど、はい、俺はこの辺ごちゃごちゃするの嫌いだから、はい、じゃあなんだよ、純正とかここについててこれ雰囲気いいとかあるんだけど、そうそうそう、ステムナット見えんくなるじゃん、ステムナット見えんくなるじゃん、この辺つけると。あ、そうです、そう、純正で純正でここについてるさ、昔の車両とかであるのよ、かっこいいやつが。でも、はい、ステムナット見えんくなっちゃうから、はい、うん、ここしかないじゃんみたいなね。でも俺ここが好きかな、タコメーターだったらここだけど、はい、スピードミーターって風感じ取ったら分かるやん。まあ、大体今の速度ってさ、はい、なんていうの、まあマインドで分かるよね、速度は。マストピーで、そう、まあ、メーターね、はい、そう、でこれメーターも
もうちょっと電気配線をうまいことして簡単につくようにちょっと改善しようと思って、はい、そうそう配線図をね作り直して、まあそれまた紹介するわ、部品の時に。はい、そうそう、これいいんだよ。でもインジケーターも全部ついてんだよ、これ見て、ほらいいでしょこれインジケーターね。ニュートラもある、ニュートラもある、そうで、でですね、あとはですね、このここでもうちで今取り扱いしていらっしゃるこのカチカチするコップね、燃料コップ、うん、ちょうどいいスポーツスターっていう一番最初のこれやった YouTube でもつけたな。これやっぱね最高やね。カチンカチンってさ、ピンゲルとか高えのにさ、お前どこやん。はい、いやいや、お前2万ぐらいするのにそれねえだろうと思いな。これ最高。はい、分かりやすくていいです。で、コイルはサイドにしました。エンジンハンガー横に、本当はねここについてんだよね、イグニションコイルがね。そうですね。でここをやっぱりスッキリさせるのが定番のすごいカスタムで、はい、ここはもう抜け感を出す場所で、もうこう決まってんの、うん、ここ何もなしにするで、だからここにしました、はい、でまあコイルをこれツインプラグじゃんね、もともと車両が、はい、でツインプラグだけど、シングルプラグにして、うん、だから、なんだシングルファイヤーのままシングルプラグだから独立点火なんだね、もともと 1200S だから、はい、独立点火のまま、あれにしてます。でピックアップは純正のものを使ってコイルだけ変えて、はい、4プラグね、4つ出てるプラグコードのコイルから2つのものに変換したとかでね、配線だけ作り直して、はい、そうで、メインキーもここにあるじゃんね、この右側にがあるじゃん、はい、ここにで大体定番でここに一応ね、ここに来てます、ここに来てます、ここにバッテリーケースの下に、はい、バッテリーケースの下に来てます。でそんな感じか、一通り。あとはまあね、はい、割としっかり整備したね、うん、で今回は何だったっけ、ブレーキをマスターとキャリパーオーバーホールしたよね、マスターとね、はい、フルオーバーホールして、そうあんまり程度が良くなかったもんで、ブレーキはしっかりしたよね、すっげえ効くもんね、ブレーキね、これね怖いぐらいです。で今回ホースをこの下通し、本当はこう上でさ金属で取ってんのこうやって、はい、それを下に通してみた。でスッキリさせて、まあ次の商品展開でここをさ、このスプロケットカバーをさ R にしたものを考えてるもんでさ、それの寸法を取り回して、はい、今回これね、うん、ここは丸いやつね、アイアンみたいなやつ、よし知っとるやん。そうそれをね一応考えてるの。はい、今回まあ普通のミラーだけど、ミラーをね、はい、あれだよね、金型をちょっと簡易型の雑型から始まってちょっとね、うん、制作しようって話でやってるよね、はい、ミラープロジェクト始まるんでぜひ、はい、よろしくお願いしますで、あと何だっけ、あとはライザーは、あ、そうそう、よくライザーはね、分割ライザーがついてます。もうこれね、うちで一番使うライザーだね、もうこれつけるだけで雰囲気が増し増し、うん、なんかいいよね、旧車っぽいさ、はい、その一番すっきりしてるからね、ボルト大体4つじゃん本来はライザーって、はい、それが片方でさ、ただ取り付けるのがね、切って突っ込まないかんもんで、はい、ちょっと大変だから切って突っ込んだものを売ろうかなっていうのはちょっと思ってる。あ、もうね、セットで売ろうかなっていうか、オプションにして、はい、切って突っ込みますっていう選択項目で、はい、ちょっと怪しいよ ね、 そうですね、切って突っ込む人はまあ追加でちょっともらうお金もそこから変わるけど、はい、突っ込んで送るよみたいな、うん、まあ、ありだよね。そう、まあ、一応そんな感じかな、このシャドウの改造点と。でもエンジンも調子いいもんね。はい、調子いい、うん、めっちゃ調子いいし、あ、で、ね、ですか、また新しい商品があるんですよ、これにつけた、はい、新しいのっていうか昔から俺ちょいちょいやってるんだけど、はい、レンズがさ、レンズあるじゃんこれ、はい、普通のスポーツスターのさ、レンズさ、これなんか止まってんだよこれ、わかる、カーンってあのポルシェのレンズみたいに、あ、はい、こうパーンってここ角が出てさ、でもこれってなんかまあ、ハーレーだねって感じはするんだけど、はい、でも丸い方が古っぽくて雰囲気はいいじゃんと思って、はい、古いレンズを
1で売り出しました。で角が丸まっとるやろ、ずっとね。だからもうビートルのレンズみたいな、ポルシェのレンズじゃなくて、はい、そんな感じのさ。一応ね、光軸もしっかり出るし、車検通るもんで、はい、おすすめ。いいよね、全然雰囲気変わるよね、表情が。はい、変わると思う。あと、これもついてるね、日本製の蛇腹、3級用ね、はい、これいいよね、結構ちょいちょい売れてく。これはまだ在庫とか、これ在庫まだある、うん、在庫ある。これがね、在庫がもうやばかったんだけど、はい、とりあえずこれは今来週からお願いしたんで、とりあえず8つやってきましたね急ぎで、急ぎで、あ、4つか、はい、4つですね、4つね、4つ、はい、とりあえず急ぎで、ぜひ、はい、再生産がまたちょっと先になる気がするからね。そうで、一応コンプリートで一人しっかり整備したかな。エンジンはこれ開けてないっす、調子良かったんで、おいで漏れもなかったしっていうので、はい、で、距離が、この車両は距離が83,000だから割といい個体だよね。こめっちゃ小綺麗だしね、はい、そうそう。で、乗った感じ良かった、ヒロシさん。良かったです。ギュンギュンやった、はい、結構飛ばしとったもんねいや、ちょっと楽しくてスプルミーティングの時とか撮影したいんだけど、はい、早すぎるんだけどって楽しかった、はい、まあ、よく走るよね。走ります。で、まあ、コンプリートこれから、まあ、こういう車両を、まあ、月1目標ぐらいでちょっと仕上げていこうかなと思って、はい、まあ、大体このパターンで、まあ、うちのパーツ使って、まあ、雰囲気よく仕上げるっていう。で、ね、まあ、この車両本当になんていうの、俺自分が欲しいの今回作ったから普通に、はい、結局やりすぎちゃったすげえやつってさ乗れないじゃん。あ、俺そうです、ね、ちょコンビニ行けばちょっと派手なおじさん来たなみたいなこのぐらいがいいよねって、やることやってあるんだけど嫌になるっていうか、はい、うん、そうそう。あとね、この辺を簡素化してさ、ゆるめかとかにしたりとかしてさ、はい、シンプルに配線中通してとか、うん、そういうのもいいんだけど、それは俺思うのよ、しばらく乗って気に入ったハンドルでやるべきって。じゃあお金もかかっちゃうからさ、あー、そうですね、はい、大変じゃん、はい、毎回やるの。だからしばらくこれに乗って自分の好きなポジションっていうのをいろいろ考えて、はい、気に入ったハンドルが見つかってからなら通すのがいいと思う、うん、うん、あと、まあ、俺はぶっちゃけこのスイッチボックスまで好き。あ、純正のもの。そうそう、だってなんか武骨でかっこいいじゃんもうぶっちゃけさ、アイスなんかシンプルにしちゃうとさ、ちょっと安っぽい感は出るよね、わかる。あ、何もついてないしさ、はい、そう、まあ、実際単価としてはこの部品の方が高いやんこのスイッチボックスとか純正頼むといくらすんだよっていうね、はい、そう、まあそれもあるよね。あとこのね、ごついレバーとか好き、ハレらしくて。あ、こんなレバーないよね、太すぎでしょみたいな、ドーンってね。そうで、なんだ、まあ、今後こういう感じのをちょっと仕上げていこうかなと思って、はい、今実はですね、実はですね、はい、もうすでにこちらの方、こちらの方4号機目が検討されています。仕掛かり途中で、え、仕掛かり途中で、そう、仕掛かり途中で、まあ、大体同じ仕様で、はい、4号機ちょっとでもね、時間がなくてなかなかね、一般の仕事もあるもんで、でほぼほぼこれも同じでしょうね。でマフラーだけ、はい、まあ、次回発売予定の 45% なんだったっけ、なんていうマフラーだった、なんていうマフラーだった、 45% ごめんなさい、ど忘れし、いや、え、何やったかな、いやいや、完璧な曲げを英語で言うとパーフェクトボール中二っぽい、もうそれは、いや、もうこれもパーフェクトメイド、もう公式でもうあの、はい、もう世界一番かっこいい曲げを目指して作るっていうコンセプト。これまだね、試作の一発目なんだよね、とりあえずね、はい、でこれをもうちょいだけあと修正していって、そのまあパーフェクトメイドだよね、パーフェクトヒューマンみたいなだからパーフェクトメイド、オールドスタイル手巻きマフラー、なんか似たような名前もあった気もせんね。これあとこれでも違うんですよ、それとは。何がすごいってこれステンレスなんですよ。
錆びない、錆びない、やれない、まあ、やれるんだけど鉄に比べとね、ステンレスっていう大変だよね、ステンレス手巻きなんてね。大変っす、ましや 1.5 なんで。そう、大変だよねめっちゃ硬いですで、まあ、こっちも今、製作中であります。楽しみにやね。で、整備とかってどこまでやってんのって話なんだけど、コンプリート車 で、はい、で基本的に悪いところは徹底的に直す、ダメなところは徹底的に直す。ただ俺個人としては、まあ、このくらいどこまでもとことんやりたいんだけど、はい、こっち仕上げてるやつだけど、まあ、これはエンジンからオイル漏れがあったもんで、まあ、にじみね、はい、漏れっていうか、まあ、やっぱ年式がやっぱりこの辺20年経ってるから、やっぱりまあ漏れとかにじみとかはもう出るやん出ますね。だからまあこれは、カスタムよりも整備を最高にしようぜっつって、はい、で一足ガッチャンも出てたもんで、症状が、はい、例のやつで、ミッションもオーバーホールバラしてギア変えて、で悪いとこ全部変えて、で、まあ、腰上も開けたから、開けたんだったらついでにちょっとちゃんとしよっかっつって今やってるんだよね。もっか清掃途中、バルブもちょっときれいにして、はい、当たり面確認して、バルブのシートね、でピストンリングももう新品やんね、これはね。リングも新品にして、悪いところを一通りね、測定して、はい、そうそうそう、本当は全部ここまでやって徹底的にして整備して出したいけど、はい、もうそれやるとさ、いくらの場合になるの僕らの人件費でいいやんってなってくるから、はい、まあ、その辺はまあ車両ごとにちょっとずつ違うよっていう、その程度でね。まあでも、だいたいアベレージを平均して、そのなんだ、程度の悪い車両はなるべくよく上げてね、うん、っていうのはして、もちろん程度いいやつは高いから、仕入れの時点で、はい、だからまあ平均していい頃合いでね、まあなんかとりあえず気持ちよく乗れるバイクがね、作れたらいいなと思ってね、コンプリートはね。だからスタートでとりあえずね、ここまでやってあったら、まあ、最初の2年はとりあえずこのまま乗っても全然ね、はい、でその2年ぐらい乗るとさ、その自分の好きなものとか嫌いなものとか興味あることがすごく分かってくるから、はい、だからで一通りやってあるもんでさ、そのやるべきとこみたいなとこは、はい、通な感じで、だから全然このまま乗ってもいいし、ここから置いてね育てていってもいいし、すげえいいと思う。っていうか俺これちょっと売りたくないなと自分のバイクにしたい自分のバイクでちょっとしばらくでタイヤとか新品だからね。しかもさ、ちょっと市場で山行こうと思ってさ、なんか普通にさバトラックスとか入れちゃってるからね、無駄に高いじゃんみたいなバトラックス新品入ってるもんね。はい、だからちょっと1回ぐらい山行きたいよねね、行きたいよね、はい、なんかある説明なんか。でこのちょうど車体自体はいやもうコスコに入ったよ、乗っててこれさ、はいね、別段何にもだよね。そうですね、うん、特に変には思わなかったね。むしろ楽しかったです。むしろ楽しかった確かに楽しんどったもんねはいっていうわけで締めでこの車両も今週末、はい、一応日曜日、ちょっと時間は、インスタか、インスタか、はい、なんだ、YouTube ですか。インスタか YouTube のコミュニティか、あそこに何時ぐらいに発売開始しますみたいに載せようかなと思って、うん、はい、まだね、ちょっといろいろまだなんかやることあるんでって感じで、はい、はい、ぜひコンプリートよろしくお願いします。よろしくお願いします。
エンジンかけてよ。はい